アリフレックス D-20 アリフレックス D-20 はデジタルシネマ用カメラでアーノルドリヒター社が2005年11月に販売を始めた。このカメラは光学式ファインダー 35mm フィルム幅の短板式の CMOS イメージセンサを備える。D-20 はスーパー35と同じ幅の短板式 CMOS イメージセンサを用いる。 従来の35メートル MPL マウントのレンズを使用できるため画角と被写界深度は従来の35ミリメートルフィルム式映画用カメラと同等である D-20 は2つのモードで撮影するデータモードでは 2880X2160 の有効画素で RAW データをカラー12ビット10を比4-3で録画する HD モードでは 撮像素子 2880X1620 の有効画素が使用され、重要比は16、9で 1920X1080 画素 YUV42210 ビット、または RGB44410 ビットにダウンサンプルできる。通常はソニーのハドカム SR 同様に優先である。他の記録オプションでは RGB444 で 最大15分記録する無線式のグラスバレー車のフラッシュマグがある。以下に可能な記録フォーマットを示す。D-20 は機械式シャッターで11.2度から180度、もしくは電気式シャッターで機械式シャッターで毎秒24フレーム時に270度相当まで再現することができる。カメラの送り速度は 毎秒1から60フレームまで可能である。従来のアリフレックス435等に使用されていたコンポーネントや付属品を使用できる。RAW データモードでは送り速度は23.976フレーム、S24 フレーム、S25 フレーム、S29.97 フレーム、S&30 フレーム、S に限られる。 ビデオモードでの撮影感度は ISO100 から ISO800 まで連続的に感度が設定できる。D-20 は銀塩フィルムの感度を再現するために感度を対数曲線に設定することも可能である。他のデジタルカメラと異なり D-20 には増感が装備されていない。処理の過程で増感を行う。 他の単版式スーパー35フィルムサイズの映画用カメラで競合するのはパナビジョン社のジェネシスやダルサ社のダルサオリージンカメラやレッド社のレッドワン等がある。ありがとうございます。